京都へおやすどうミスター京都アキレさん、はい、本日は京都の名店ハイライト食堂、ハイライト食堂の十条店やってきました。ほんでこちらでがっつりびっくり定食がなんかあったんやけど、そちらの方をテイクアウトしたいと思います。それじゃあ行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。行きます。京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日は十条店です。ハイライト食堂十条店で初のテイクアウト、行こうと思います。よっしゃ行くか。これ行くぞ。びっくり盛り定食、どんなやろ。山盛りついてんだこれ。よし、勝ったぞハイライト。よし、テイクアウト。早く食うぞ。今日はなんか知らんけどびっくり盛りっちゅう頼んだぞ。これ初めてやな、びっくり盛り。なんか知らんけどいろんな入ってるわこれ。でご飯ですよ。ご飯、ハイライトのご飯はボリュームあるよ。ほんでサラダ、これですよ。持って帰ってきました。はい、楽しみです。ハイライト、サラダ、ライス。ほんで今日は俺はびっくり盛り定食。なんやこれ、山盛り入ってんでこれ。はい、山盛り入ってる。ほんで息子は唐揚げとチキンカツ。これね、ちょっと分けてます。唐揚げとチキンカツ分けてます。はい、そしたら食らっていきます。よし、ここの名物チキンカツいってみろや。うん、どうや、サクサク、うまいやろ。思った以上にうまいやろ。これが京都の老舗洋食や。今日はご飯中やけどみんなこれ大とかにして食いよんね。最高やろ。俺も行くわ。そしたらハイライトいただきます。はい、準備。ああ、持ち帰りは味噌汁がないんやな、俺。いただきます。味噌汁用意したらよかったな。よっしゃ、サラダいくね。うん、ドレッシングもついてない。これがチキンのおろしポン酢やと思うわ、唐揚げの。ほんでこれがクリームコロッケか、クリームコロッケとミンチカツかな。ほんで普通の唐揚げ、はい、そんな感じのボリュームです。まあ、とりあえず普通の唐揚げ、いただきます。うん、今日の唐揚げうまい。はい、今日の唐揚げうまい。いつもとちゃうわ。米がまだ進むねこれ。ちょっと早速やけど男食いでいくから、米の男食いいくぞ。ちょっとなんか乗せろ。なんか知らんけどこんなレンコンがあったからそれも乗せるわ。行くぞ、米の男食いじゃ。うまい。このレンコンうまいわ。今日食ってみる。うまい、これもうまい。うまい。で今日はこれです。脂肪と糖を吸収しないやつ、知らんけど。これいこうか。
ミンチカツ。初めてです、ミンチカツ。うん。ジューシーやな、これ。食いてある、ミンチカツ。うまい。うん。ハンバーグを揚げた感じやね、これ。しっかりしたあの肉厚のハンバーグを揚げた感じです。うん。よし、そしたらおろしポン酢、唐揚げのおろしポン酢。よし、これ初めて食うわ。おろしの唐揚げ、これ初めて食うわ。よし、ほないただこうか、早速。よし、おろし唐揚げ。よし、よっしゃー、行くぞ。うん、おろし唐揚げうまっ。うん、さっぱり、全然脂濃くない。うん、ご飯が進むね。このパスタがうまいね、これ。うん、米に合うパスタ。うん、今日の唐揚げジューシーやな。パサパサしてへんねん。なんぼでも食えるわ。オープンと同時に行ったんだけど、もういっぱいあったで、見て。人気店ですよ。やっぱ若い子が多いな。ご飯大盛り言ったらこんだから。これ中やで、これ中。大言ったらどんな入ってんやって感じやろ、これ。大やったらこれに入ってんのかな。もう中でも食えねえわ、もうおっさん。よし、ほなら、このクリームコロッケいってみようか。割ろうか、せっかくやしね。よっ。これはたまらんやろ。これですよ。これは間違いなくうまいでしょ。ほら、見してるです、クリームコロッケ。これも初めて食うわ。いただきます。うまっ。これが一番うまいかもわからんわ。中もグラタンですよ。想像してみてください。グラタンの周りにサクサクフライ。うまいね。うまっ。間違いないね、これ。うん、撮影してる間にもう食い終わりましたわ。一人で食っていきます。うん、うまっ。辛くうまっ。ほんまなんかね、胸肉がもも肉になってるそうです、最近。はい、だからもうすごいジューシー。もうキンキンやわ、腹。もうポンポンやばいっすね。ここね、鍋がうまいね。持ち帰りできるかどうか知らんけど、これを見て鍋食うんすわ。ヘルシーやし。このたくあんがね、ほんでご飯進むね、これ。大根おろしつけてもカロリー的には減らへんと思うんやけど、ちょっとヘルシーになった気がするね。
うん、やばい、食べましたよ。もうね、ライスライブは無理やな、これ。ライス中でも腹パンパンやわ。このびっくり盛り、すごいボリュームでした。もう中学生や高校生じゃないやから、ちょっときついね。ご飯も小でいいかもしれない。もう ということで、久しぶりにハイライト食堂、今日は十条店さんのテイクアウトしてきましたけど、うまかったですね。十条店限定のビーフカツとか、あと味噌カツとかもあるんで、また改めて行きたいですね。はい、もう超大満足です。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。あ、苦しい、腹パンパン、もうパンいらんねこれ。ありがとうございました。